こんばんは、おばちゃんです。昨日ね、もう暑くて暑くて。朝ね、ちょっと電車で現場行って、まあ、違う課なんですけど、応援しに行って、その後ね、普段の仕事に行こうと思ってね、会社の、なんかバイク止めてるところのさ、向かいがさ、中華屋さんなのよ。で、中華屋さんの裏側に、おばちゃんたちの駐車場があってさ、バイク乗ろうとしたらさ、クーラーのさ、室外機あるじゃん。あれのなんか風がブオーってさ、舞ってて、で、外気がさ、ブワッとおばちゃんに吹きつけてきたのね。あ、今日はやばと思って、あまりの暑さに。より暑さを感じて。でね、もう休みの日、なんかみんな、いろいろ出かけるでしょ。車でね、なんか移動してる家族とかカップルとか多くて、で、各道路みんな渋滞しててさ、みんなイラってんのよ。三輪バイクが遅いんじゃとかって邪魔なんじゃっていう人が多くてさ、もうほんと失礼しちゃうわ。おばちゃん、恥へ恥へと追いやられたりさ、ブワーってさ、吹かされたりさ、もう大変でしたよ、昨日は。でも、ずっと家帰ってバテにしちゃって、帰ってきたら何時だ ?10 時過ぎよ。で、起きたのが今もう5時。今、急ピッチで動画作ってます。いろいろやろうと思ったんだけど、もうほんと何も手つかなくて困っちゃうんだけど。でも、おばちゃんの泊まってさ、昨日、おばちゃんの仕事だったんだけど、そいつはさ、なんか今、日比谷で、なんか浴衣とか着てさ、夏を満喫しようとかと、日本の夏をテーマにした、なんていうの、なんかエンタメかなんかやってんでしょ。それをね、なんか子供がなんか行きたいとかって言うから、奥さんと一緒に行ったんだって。じゃあ少しはくつろげたんじゃないって言ったら、お疲れ。子供があれ見たいとかさ、あれなんか涼しそうだよっていうのを奥さんと一緒に、あ、ちょっと待ってっつってなんか追っかけて、もう炎天下の中、家でゴロ寝したかったって言ってた。そう考えると、いや、まだ独り身のおばちゃんの方が楽なのかもしれないね。その話聞いてて言うのも、パパさんママさんは大変だなってのは実感しますよ。うん、今、おばちゃんが一番求めるものって何かな？水風呂に、水風呂出た後、ガリガリ君食べて、クーラーキンキンに冷やした部屋の中で扇風機浴びてる。いや、もう暑くて暑くて。それでね、おばちゃんとおばちゃんの上司はさ、交差点とかと道路とかでさ、まあ、巡回したりしてるおまわりさんとかいるじゃん。あと白バイ隊員のお兄さんとか。体になんか絶対、なんか涼しいのつけてるでしょっていうね、まあ、推理を立ててんのよ。だって、汗かいてる人いないでしょ。だからクーラーのやつ、服の中につける、ああいうのか、あと凍らせた何かを体にまとってるのか、どうなのかなってずっと思ってたのね。で、こないだね、赤羽の方で、おまりさんがさ、なんていうの、いろいろさ、自転車今取り締まってるじゃん。で、逃げてったさ、自転車を、影に隠れてた、白バイ隊員のお兄さんが追っかけて捕まえてたのよ。その時に取り押さえる時に、背中の部分なんかね、なんていうの、くっきりとなんていうの、変な、枠みたいなのが見えたのよ。あれって冷えるプレートかなんかつけてんのかしら。で、上司にそれ話したら、あ、それ間違いないわって。多分ね、冷えるプレートだよって。お前も一回なんかちょっと違反して捕まってその時に聞いてみてよって言うから、嫌ですよって。それ聞くのになんで捕まなきゃいけないのと思って。うん。でもくっきりね、プレートっぽいね、形がね、背中の方でね、浮き上がってたから、だから冷えるやつ、流行ってんじゃん。そのプレートがキンキンに冷える。あれがなんか着てんじゃないのかなと思うんだけど。で、外でずっといるわけでしょ？で、おまわりさんって公務員じゃん。だから多分、国から支給された何かをつけてると思うね。だからそれが一番正解だと思うんだよね。おばちゃんね、一度、可愛すぎるから、ちょっと捕まった時に、プリティ剤でさ、その時にマポちゃんに聞いてみようかなと思うのよ。うん、ちょっと可愛すぎなんじゃ、つって。いや、まあ、捕まるのはいいんですけど、まあ、可愛すぎるから、まあ、わかるけど。でもそれ、なんでみんななんか汗かかないの？もしかしてなんかつけてんの？って、なんかこれ聞いてみようかなと思って。あ、そういえば、俺的ゲーム速報、アットマークジンさんのさ、記事見てたらさ、すごいおじさんいんのよ。
外出時になんか冷感スプレー、あの冷えるやつをね、噴射してたら真夏でも全然汗かかなくなったんだって。でその人すごいのよ、3000リットルも使ってんのよ。3000リットルって想像つかないんだけど。だからね、もう南極にいるみたいな感じ、体がいつもキンキンなんだって。でもさ、あの冷感スプレーとかでさ、暑さを感じない、まあ汗もかかないじゃん。そうすると熱中症の症状にね気づかないんだって。あれと同じ、あの車乗っててさ、車の中キンキンに冷やしてても直射日光きついじゃん。で体がもう暑さに反応しちゃってさ、で体まあ冷えててもさ、外出てたらもうそれなんていうの、もう全然対応できなくなっちゃうでしょ。で直射日光でさ、暑さを感じてるからより暑く感じちゃうのね。だから暑いのよ。なんかいいこと言うと思ったけど思いつかなかった、うん、でも冷感スプレー3000リットル、どれぐらいの頻度で3000リットル使ったかちょっとよくわかんないけど、暑さをまるっきり感じないって1ヶ月ぐらい。え、でも3000リットルでしょ、これガチ。だってギャッツビーのさ、まあ、あの冷感のスプレーで170ミリリットル、これで616円。3000リットルさ、1000万近くいっちゃうよ。そうでしょ。いや、まあ安いので、大量にやったとしても、100近くいくんじゃない？だって3000リットルでしょ？え、もしガチだったら、おばちゃん家買う。涼しくする。うん、室内。おばさんの計算方法間違いないと思うんだけど、これで。だって3000リットルですよ。170ミリリットルで610円だからさ。まあ、ちょっと安いのでも100はいくと思うんだけど。100万円だったらおばちゃん、冷蔵庫いっぱいガリガリ君にする。でも余っちゃうか。したら、冷えピタシでいっぱい買って頭の中ベタッとする。それで今現場の人さ、9人さ、いないから。新しい人がね、今のところ、求人でしょ、来ないのよ。でも、社員でね、一人来る予定でいるから、今週から来るのかな。で、9人足りないんでしょ。二人賄ったとしても7人。おばちゃん今12時間、炎天下の中ずっといいのね。もう全然だから帰って疲れて、もうバタッと寝ちゃってるから、動画あまり作れてないんだけど、当分続けそうな。だから嫌な予感するんだけど、もう収録とか 16.5 で働いてる。うん、いやこの状態ちょっといつまで続くのかしら。暑くてね、なんかちょっとおかしくなってたのか、うちの姉とかもさ、昨日花火大会さ、彼氏と行ってて一人でずっといたのね。そうするとなんか急に寂しくなってなって、あの枕投げしたくなっちゃってさ。一人だけど誰かおばちゃんの部屋にいてさ、なんかいきなり枕投げてきてさ、もうやめろよ、今テレビ見てんだから。え？ねえもう、枕投げしようよっていっぱいなんかおばちゃんに投げてくんのよ。いや、やめろってって。え？少しぐらい枕投げ一緒にやってくれてもいいじゃんって、その女の子っていうか彼女が言ってきたとしてさ、いやもういつまでもうガキみたいなことすんなよとかって言ってさ、ねえ、もうつまんないわね、ちょっと終わるじゃん。で、終わった時におばちゃんが枕持って、こいつめっつって投げてさ、え？やったわねっつって、お互いなんか枕投げ合ってさ、で、こいつこいつこいつって言ってる時に、あの、おばちゃんがさ、その彼女の上に乗っかってさ、なんていうの、お互い見つめ合って、いや、もう怒り出してますから。いや、昨日急に枕投げしたくなってね。おばちゃんちょっと怒れたね。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。